口駅は岩手県岩手郡鶴来市町にある JR 東日本田沢湖線の駅です。駅の向かい側には国道46号が通っていて、民家も立ち並んでいます。自然が豊かな場所なので気分が爽快になれるところです。駅の裏手には小高い木々が生えています。駅の撮影時の雨が気になりましたが、駅到着後は止んでいました。あいにく、青空は見えませんが、雨上がりも悪くない感じです。この田沢湖線は在来線のほか、新幹線も通過する路線です。大曲方面は始発以降は約9時間も待つことになります。茂みや木々を見るのは自然を感じられて良いのですが、その中に入ることはすごく抵抗がありますね。ふふふ。旧駅舎のような建物がありますが、なぜあるのかは不明です。在来線の通過だけなら柵はそれほど必要な気がしませんが、柵は新幹線の通過があるので安全のためにあると思われます。
踏切を渡るとすぐに出入り口になります。出入り口を出たところにトイレがあります。中は見ませんでしたが、給気筒があるので汲み取り式だと思います。結構車の通りが激しいです。誰も使ってない駐輪場が駅の乗客の少なさを物語っています。特に立ち入り禁止が表示されてませんが、入れる雰囲気ではない感じです。線路幅は在来線も新幹線と同様の 1435mm の線路幅での走行です。
後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。